今日は広島県因島市にある石の湯に来ております。ストーンスパ石の湯ということで、岩盤浴のお店です。因島大橋を渡ってから、右折、突き当たりを右折、そしてまた次の突き当たりを右折すれば、左側を見て道沿いにあります。営業時間は朝の10時から夜の10時まで、毎週火曜日は定休日になってます。土日祝日は、ファミリーで男女入浴可能ということでなってます。グッズも販売があります。先ほど飲んだんですが、人参のジュースもとっても美味しいです。なんでみんな静かな、なんで出会いどれとか言うてこの接近良かったね。良かった？うん、引っ張らんのな、もちもちで、うん、一番人気、やっぱそうなんじゃね。ウサちゃんみたいにグランナ、グランナ、レミちゃん、中の写真とかはないですよね。中の写真とかないですよね。え、パンフレット、あ、この辺チラシがある。あ、撮っていきいいよ。いや、人が入っとってさ、誰だよ本当ねアンナに転がってもらおうか無理やりね。ちょっとこっそりあの中を一瞬だけ、うん、じゃあ静かにもし外で休憩しようになったら言うて、ライトアップするけどねえねえ、タウザールームもあるので、上がった後もゆっくりと、お化粧直しなどしてそのまま出かけることもできます。こちらでお化粧を落とし、こちらのロッカールームの方で、着替えて、途中あのシャワーを浴びることもできます。中はちょっと喋りません。このようなところで、タオルを引いて温まります。ミストが出てるのでちょっと曇りました。ということで、このような流れで入っていただくことができます。今日はあの私も入らせていただいたんですが、とってもあのしっかり汗をかくことができて、肌の調子もバッチリです。元気もあんたが言うたら何も言わんけど。
よろしかったらぜひ遊びに来てみてください。因島の石の湯でした。